秘密基地おたほの秘密基地トランスフォーマー動画をご覧の皆さんこんにちはおたほです今日紹介するおもちはコルダトランスフォーマージェネレーションセレクトキングポセイドン編第二弾デラックスクラスガルフだ <laughs> お全国のトランスフォーマー野郎ガング野郎集結せよ今回の動画が面白かったらチャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします それから、ちびっこをぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こうもうすぐ行こうというわけでね、前回の第1弾は、ボイジャークラスのタートラー。こちらのレビューまでの人はね、ぜひ見てね。これが一回り大きくて、デラックスクラスは少し小さいサイズになっています。ほう、海洋生物がね、モチーフとなっていて、これは、そう、シーラカンスです。僕は小さい頃からね、最近に至るまで、僕ずっとピラニアだと思ってました。<laughs> この顔がいいよね。 はあ、今日から紹介していく5体っていうのは、全部手にもなるし、足にもなるし、さらに合体銃にもなるんでね、プレイバリューが高いです。もちろんね、ロボットモードにもなります。はあ、でね、今はフルウェポンモードとなっています。早速ね、武器を紹介していきます。これすごいんでね、あのロ、巨大のね、キングポセイドに合体した時に、拳になるわけですね、ここ。はあ、これすごいよね。で、これ何がすごいかっていうと、 これ、ね、全部の指が可動します。すごいよね。多分ね、今までの中で今回が初めてでなんじゃないかな。違ったらごめんね。指が可動します。で、こっち側にシフトすると、右腕が左腕になると。はあ。でね、さらに指を伸ばし、このようにして、前回のタートラに付属していた、このつま先。これと合体することによって、こう、かかとになるわけですね。これすごいよね。左足、こっち側にポートを。 すると、右足。といった感じ。まあ、以後、あの、これね、全ての、お、おもちゃに付属するけど、まあ、今回でね、えー、あの、レビューは省略します。で、ここね、合体するとき、あの、合体銃になったときはね、ここにセットするわけです。もう万能ですね。えー、あの、合体の拳はこんな感じ。さあ、どんどん見ていこう。で、これはさっき言ったようにね、これ自体が合体する巨大な銃になるわけですね。で、キャノン砲がついています。 それぞれのメンバーこういう銃が付属しています。で、これはね、こ両側を合わせるとこのようになります。これがその合体銃の先端にもなるわけですね。ちょっとちょっとごめんなさい。こんな感じ。で、さらに後ろ側には、これまたね、合体した時の巨大な剣になる、まあ、剣のパーツが付属しています。こんな感じ。うっすらとこうメタリックピンクになっていますこう。いかにも合体しそうな感じがいいよね。改めて本体見ていこう。 シーラカンスもう本当になんかモチーフが面白いよね。シーラカンスなんだけど、手と足があります。これは面白い。このように足が稼働します。あとはね、外にも、このようにクリックで稼働します。結構ね、柔軟に動くと。で、あとはこれは前、前、前腕と言っていいのかなこんな感じで動きます。ちょっとしたポーズを取らせることもできます。あとはね、口が開閉します。こんな感じ。 というわけでね、タートラーと一緒にもう一回並べてみよう。こんな感じ。おゆくゆくはね、こうね、揃っていくわけです。比較はこんな感じ。さあ、お待たせガルフロボットモードにトランスフォーム今回のガルフオタファーテクニカルレベルズバリ 3! まあ、ごくごく標準的な合体トランスフォーマーの手足の変形パターンといった感じですね。まあ、でもこれも面白いです。ゆっくり味わいながら行こう。 まずは尻尾を取り外す。上に持ち上げる。せーの。このように、ジョイントが外れます。で、この尻尾は、反転すると、このようになります。これ尻尾じゃない。背びれ。<laughs> どうこれ銃にもなるんだよね。はあ、こだわってる。これはね、まだ本体に取り付けられます。というわけでね、ここからスタート。この、ヒレを持ち上げて、前足。これを反転させて、 ここまで持ってくる。判定側もどうよ。いやー、トランスフォーマーって楽しいね。いい <laughs> そしたら、後ろ足を、さっき紹介したクリックでこう広げます。こういう感じう。そしたら、この背中のパーツは中にロックがあって、これを引っ張る。せーの。こう。引っ張るとロックが外れます。ちなみにね、これは、ここの穴と、ここのピンで接続されています。 じしたこのまま伸ばす。さあ、そしたら、この後ろ足を、こっちらに持ってきて、これね、ピンがあります。このピンを、接続。反対側もどうよ。こあー、ちょっと待ってね。えーとね、そう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 。これ気をつけたいのがね、えーとね、ここ。ええー、これはね、要するに、コンバイナー足伸ばしと言ってね、 ここが伸縮ギミックがあるんで、ここのカバーをしっかりあの固定させてやりましょう。ちなみにこ、この、これを閉じることによって、ここのカバーが、ね、開かないようなあロックも兼ねてるんでね、非常によく考えられています。これで足の変形完了。さあ、そしたら、今度はこの頭のパーツを持ち上げる。これはカバーになっています。か持ち上げると軸がたくさんあります。 一番付け根のやつをこうまっすぐにするような感じで、こう形を整えていきながら、ここですね。このピンと、見えるかなここここを接続します。こういう感じ。これ、ね、背中に密着させます。ちょっとね、見えないんだけど、何んちうのかなこう、感覚で。<laughs> あ、見えるか。うん、こういう感じ。こういう感じ。で、口が開いてたらね、閉じます。こんな感じ。で、ここに穴が開いています。 ここに、さっきのパーツをね、取り付けることができます。いいよね。あの、尾びれが、尾びれっぽい場所にマウントされる。あこういうとこがね、トランスフォーマーの大好きなところです。さあ、そしたらね、腕と上半身。腕はこれです。これ下に下ろし、この段階で手首を出そう。このように手首を出して、反転し、下に下ろす。か反対側も同様下ろして、 で、手首を出して、反転し、下に下ろす。さあ、そしたら足を分割。さあ、そして最後、頭部を反転させれば、変形完了ガルフ、ロボットモードだ お見事にね、トランスフォームしました。これがガルフのロボットモード。早速見ていこう。あの、昔のトランスフォーマーの、このキングポセイドの、それぞれの手足のロボットって、もう本当に、なんだろうな。かなりデフォルメされたロボットモードだったんだよね。うん、なんか僕から見るとすごくかっこよくなって帰ってきたって感じ。あ、いいね。全体のプロポーションもすごくいいです。横。横から見るとね、このシーラカンスの頭部があります。そして後ろ。 ちゃんとこの背びれがあるところがいいですね。こんな感じ。早速ね、近くで見ていこう。まずは上半身及び頭部のアップ。顔もかっこいいです。目の部分が、えー、バイザーになってて、ここは赤の塗装。それからフェイス部分はゴールドですね。いい顔しています。胸部。ここはね、デストロン。もしくはディセプティコンのマーク。こう、ところどころね、プリントがあって。多分ね、この淡いピンクは全て塗装なんじゃないかなと思います。 つや消しの仕上げになってて非常にいい感じです。塗装箇所が大変多いです。腕。それから足。足はこんな感じ。うん。よくできています。まあ、これね、銃の展開してる状態でもいいし、こうでもいいしね。まあ好きなように <laughs> できます。で、基本的に可動範囲に関しては、まあ合体トランスフォーマーのデラックスクラスの標準的といった感じですね。ぐりぐり動きます。 えー、肘のところがね、ボールジョイントになっています。足。こんな感じでぐりぐり動きます。ここにロールがあったり。まあ、結構いろいろ動きますね。で、いじるときね、ちょっと気をつけたいのが、この頭部なんだけど、えー、さっき変形の途中でお見せしたこの合体ジョイントなんだけど、まあ、わずかな力を加えると、まあ、今固定されてんだけど、こんな感じでね、すぐ外れちゃいます。ちょっとね、ここは触れない方がいいかな。各部を動かして、アクション ダブルブラスターを手に持たせるとこんな感じです。今回のキングポセイドンのこうメンバーってもう持て余すぐらい武器がたくさん付属しているんだよね。好きなように持たせるのがいいです。ちなみにこのブラスターは、ここに穴が開いているので、こういったところにね、マウントできます。次は剣を持たせるとこんな感じ。この剣の造形すごくかっこいいんだけど、この正面側に、こうね、穴が開いてる方。こっちがね、前に来ちゃうんだよね。 まあ、なのでね、こう、アクションの、うん、この角度でね、工夫するといいです。本当はね、ブレード側を手前にしたいんだけど、そうするとね、こう、引っかかっちゃうと。うん、だから、こう、グリップの長さが足りないんで、こっちの向きにちょっとできないという感じですね。そして最後は、尾びれが変形したブラスター。これを手に持たせると、こんな感じ。これいいなと思ったのが、この横にピンがあるんですね。なので、こう、両手持ちっぽくね、 こういう風に持たせることができます。あ、ちょっとね、頭部の位置が変かな。こういう感じにすると、いいですね。次は、こんなポーズ。とにかくね、武装が充実しているので、もう本当に遊びがいがあります。で、あとはね、一応これも、胸部に取り付けることができます。これね、僕あんまりかっこよくいいなとは思わないんだけど、こうなんていうのかな、こうプロテ、プロテクターみたいにね、こういう風になります。これどう 自分はね、ちょっと、うーんって感じなんだけどね。まあ、一応こんな感じで余らさずに、こう、ロボットモードでも遊ぶことができます。さあ、そしてロボモード最後は比較いこう。タートラと一緒に並べると、こんな感じ。大きさが全然違います。ちなみにね、あの、アニメの超人マスターフォースに出てきたんだけど、なんとね、ガルフロボットモード出てきてない。っていうか、タートラ以外みんな出てこない。<laughs> 本当に怪獣みたいな感じで、あの、こう、やってきましたね。 そうそうそう、1話から出てきて、あの、船を、人間が乗ってる船をね、ガルフが、ガルフ来いって言ってね、なんか呼ばれて、船を襲ってました。もうだからもう完全にね、僕の中で敵役って感じ。ロボットモードはこんな感じ。さあ、それではね、このね、タートラと合体して、手、足、合体重になります。というわけでね、トランスフォームまずは腕からいこう。頭部を反転。そしたら、 これを、胸部ごとね、移動させて、この中に押し込みます。入れるときちょっと、あれだったら、一回これ取って、こういう感じですね。で、またこう調整して、今度は、手首を、収納。そしたら、これをこっちの向きにして、ここに穴が開いています。で、ここ。この凹凸をね、噛み合わせるわけです。ちょっと見えづらいぞ。こういう感じですね。あああったあった。か。こんな感じでくっつけます。 判定側も同様。こういう感じでね。やって、くっつけて、そしたら足を左右くっつけます。で、例えばね、左、えー、こっちが左腕だね。左腕にする場合は、このように腰を回して、こっちを前に持ってくると。そしたらここの穴に、さっきの拳。左拳を取り付ければ、じゃーんこれでね、アームモード。 腕になりました。このまま足にさせます。拳を取り外して、ええー、と、いきなりどうだったっけな <laughs> 一回頭部を出します。頭部を反転している状態から、こうですね。普通に元に戻してから、こう反転させます。顔がね、隠れます。でね、ガッテジョイントここに来たら、ロボモードの時に、こうね、足がこう反転するような感じで、 こう、腕、足を反転させます。ひっくり返す。そしたら合体ジョイント。このね、ロックを外して、コンバイナー足縮ませ。<laughs> コンバイナー足伸ばしっていつ頃言ってたんだっけなあれ、スペリオン最初のこ、あのー、あれだからね、結構前から言ってんだよね。<laughs> コンバイナー足伸ばし、縮ませはね、だいたいこういう手順です。こういう感じでね、やると縮まります。そしたら、再びロックを取り付けると。 このようにして、ちょっと見えづらいですね。よーく見て。<laughs> このようにして形を整えて、うん、そしたらね、さっきの拳。これをさっきお見せしたように変形させて、で、このガルフってね、もともとは、えっ、ー、と、右足右足担当が多いというか、右足です。だ、うん、からこういう風にして、タトラーのつま先をこのようにして、このね、足の裏の、この合体ジョイントのところに、 取り付ければ、じゃんこれでね、足になりました。これね、クリックが効いています。素晴らしい。こういう風になりますね。さあ、そして最後は、合体重モード。このまま、足の状態から行きます。このパーツを取り外し、この状態で、さっきのね、この合体重。これの先端のところ。ここを、取り付けるわけですね。 じゃんこれで、えーあ、ごめんごめんごめん。これでですね、合体ジョイント。なので、えー、どうやればいいかなえー、頭部が見えちゃうから、頭部を隠すようにして、こうかなこれで完成です。で、これをディスプレイするときにも、この拳パーツが使えて、これを取り外すと。ね。これ取って、これがね、ここにこうくっつくわけです。合体はね、いい感じの渋みがあって、こういう感じ。 おぉ、これがね、ディスプレイスタンドも兼ねています。これで完成合体銃モードだから、6体合体した時に、この拳の横にね、こういう風に銃がついてるわけです。で、合体するときはね、このかなり重心が重たいんで、これ単体でね、こうアクションをつけたりとかっていうのはできないかなこう基本ぶら下がってる感じだけどね。これで合体できるのすごいよね。そしてこれが銃に見えるっていうのが面白い。やっぱこれが効いてるかな <laughs> 一通りの遊び方は、こんな感じ。トランスフォームというわけで今回のトランスフォーマージェネレーションセレクトキングポセイドン編の第2弾デラックスクラスガルフのレビューいかがだったでしょうか一緒にね、遊んで楽しんだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。 さあ、このキングポセイドンなんだけどね。うん、まあ、とにもかくにも、オプティマスプライム、うん、バンブルビー、えー、メガトロン、スタースクリーム、そういう感じのトランスフォーマーじゃないんでね。あんまり興味ないなっていう人も多いかもしれない。うん、結構マニアックだからね。うん、だけど、僕から見るとね、とても大好きで、思い入れのあるトランスフォーマーたちがね、こうやってリメイクしてくるっていうのがとにかく嬉しくて、もしよかったら、あのね、あの、このキャラクターわかんなくてもね、ぜひ最後まで見てほしいです。 もう今回が第2弾なんだけどね。本当に宝富さん、これ出してくれてありがとう。もう嬉しいよ。もう、これ出るとは思わなかったからね。うん。だから残り、えーと、今、今回ね、2体終わったから、あと4体。<laughs> レビューして、でね、全部合体するキングポセイドもお見せします。どうぞ最後まで見てください。本当にね、かっこいいです。まあ今はね、ちょっともう販売が終わっちゃって、今から手に入れるのちょっと難しいんだけどね、本当に僕は買ってよかったなと思います。大満足です。続きもね、ぜひ見てね。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺もトランスフォーマーが好きだという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから、僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローも、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。あ、そうだね。あのー、これ見てるあなたでさ、トランスフォーマーも本当にジャンルいっぱいあるから、何やろうかぜひ教えてよ。俺は実写が好きとか、トランスフォーマーのマスターピース集めてるとかね、あレジェンズみたいなアースライズとか。 あ,あ、指示とか、あの辺を集めてるとか、もう何でも集めてるよとか、今回のキングポセイド好きとかね。<laughs> などなど。あ、普段はね、仮面ライダー集めてるけど、トランスフォーマーも好きとか、もしよかったらどういうトランスフォーマーに興味持ってるか教えて。他にもね、このおもちゃのことなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おどうでしょうまったねー ガンの「ミッションを繰り出せよ」「変形が赤い」「憧れてた夢のトランスフォロー」「わかの君つきん